ベルナール・ジェルマンド・ラセペードベルナール・ジェルマンド・ラセペードはフランスの博物学者であるビュフォンを引き継ぎ博物史の観光を行ったアジャンに生まれた父親から教育を受け観光の始まった博物史を読んで学んだ音楽も楽しみピアノやオルガンを巧みに演奏した作曲も行い発表されなかったが2つのオペラは作曲家のクリストフ ビリバルト・グルックに高く評価された。論文、エッサイ・シュール・エル・エラクトリステと、ファジーク・ゲネロ・ルイ・パーティキュレアを書き、ビュフォンに認められて、1875年に、パリ植物園での仕事を得て、博物誌編集をすることになった。1788年から1789年に2巻の、イストワール・デ・クワドラペズ、オビペアーズ・イデ・セルペンツ、1789年に、 イストワール・ナチャール・デレプタイルズを出版した。フランス革命の後、立法議会の議員を務めたが、恐怖政治の時代に9月虐殺に反対する立場から危険となり、パリを離れた。パリ植物園が開祖されると、爬虫類や魚類の研究の職に任じられた。1798年に魚についてのイストワール・ナチャール・デ・ポワソンズの第一巻を刊行し、 1803年に第五巻を刊行し、1804年にクジラ氏を刊行した。この後、政治的な状況が学術研究を許さなくなった。1799年に元老院議員となり、何度か議長を務めた。その後も大臣などを務めた。1796年にフランス学士院の会員、1806年に王立協会の会員、 1812年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選出された。ウィキメディアコモンズにはベルナール・ジェルマンド・ラセペードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。